ガルン群山のラハール・サンティアギートの熱泥流、ネバドデル・ルイス火山のラハール・ラハールとは、火山採設物が水により流動性を持ち重力に、惹かれ流動する現象で、水と共に山の斜面を流れ下る現象である。火山泥流と同義語として扱われているが、言葉の定義は年代や研究分野により変化をしており定まっていない。1919 19年、 インドネシアのケルート山の噴火で初めて科学的に調査され、現地語から命名された。元来のヒンディー語での意味は波である。火山噴火により直接的に引き起こされる様式と、雨などにより二次的に誘発される2種類の発生様式がある。直接的に引き起こされる場合は、火山の山頂部が積雪や氷柄に覆われていた時に噴火が起こり、その高熱によって、 雪や氷が誘拐した際や、加工庫が水で満たされている時などに発生する。大量の水分を含んでいるために流化スピードは、極めて速く、時速 100km を超えることもある。雨などにより二次的に引き起こされる場合、火山灰が山体周辺に降り積もった後に豪雨などにより、流化する場合も、ラハールと呼ぶ。ありがとうございます。